では、続きまして超解像顕微鏡のご紹介に、いきたいと思います。光学顕微鏡、もともとはですね、やはり、より小さいものを見たいということで、開発されておりますけれども、現在ですね、光学顕微鏡を使って、より小さいものを見ることができる限界、これがおよそ理論上200ナノメートルぐらいというふうに言われております。でこれよりも小さいものを観察するためにはやはり電子顕微鏡、先ほどご紹介されていました電子顕微鏡を一般的に使われていると。でここでですね、光学顕微鏡を使ってより小さいものをより見たいというところで、最近ですと、超解像顕微鏡という、分野、イメージング手法が出てまいりました。これが今ですね、およそ20ナノメートルから、120ナノメートルぐらい、これが、光学顕微鏡を使って観察できるサイズになってまいりました。もちろん分解能としましては 超解像顕微鏡に比較して電子顕微鏡の方がやはり優れていると思います。でこれはですね、電子顕微鏡を使いましてバイオ細胞の成長塩水というところを示したものですね。細胞が進んでいく時の先端の部分の細胞骨格、骨組みのところを示したものになります。この点線、矢印で示した部分ですとかこういったところに網目状の構造があるんですけども、これまで光学顕微鏡でここの網目状の構造というのは見ることができなかった、こういったところで電子顕微鏡を使われていたんですけども、超解像顕微鏡を使っていただくことによりまして、こういった網目状の構造ですね、こういったものを見ていただくことができるようになってまいりました。では超解像顕微鏡にと電子顕微鏡ですね、電子顕微鏡と比較して超解像顕微鏡のメリットの一つなんですけれども、生きた状態で今見ていただいたこの今まで光学顕微鏡では見れなかったようなより細かい構造、これを動いているサンプル、生きたサンプルの中でも見ていただくことができる、こういったものが超解像顕微鏡の一つのメリットになります。超解像顕微鏡の手法ですね、今市場にですね大きく分けて3種類ございます。構造化照明法という手法、縞状の照明を使って超解像を得るもの、そして誘導光質抑制という手法、そして極材化法という手法ですね、それぞれございますけれども、この中の誘導光質制御法と極材化法、この2つにつきましては昨年ご存知の方も多いかと思いますけれども、ノーベル化学賞をこちらにいらっしゃいます3人の先生方が今申しましたステッド顕微鏡、そしてパルム顕微鏡の開発の功績により受賞されていらっしゃいます。まず極材化法についてのご説明になります。極材化法ではですね、例えば、光によって活性化するスイッチがオフオンになるような蛍光色素、蛍光タンパクといったものを使用してやります。そうすることによりまして、従来の蛍光顕微鏡ではこの左側にありますように、2つの分子が例えば近接している場合、2つのものを2つとして認識できないようになっています。では、光スイッチを入れてやりまして、片側の例えばこの上の部分だけを、オンの状態にしてやる。こちらだけを、オンの状態にして、イメージングを行ってやる。そして、この光っている部分の重心の部分を、画像演算によって算出してやることによって、この小さな点の部分の、場所を特定してやります。で続きまして、今度はこの左、下にあります、このもう一方の部分、こちらの方のスイッチをオンにしてやる。で、こちらの部分だけを、場所を同じように特定してやることによって、この右下にありますように本来ある、2つの小さな点の場所を、特定することができる、こういった、極材化法という方法がございます。こちらの極材化法は、このリック・ベッツィ先生がですね、見られた方もいらっしゃるかもしれません。こういった、リビングルームで開発されたということで、この極材化法につきましては、蛍光顕微鏡とあと、演算の、パソコンですね、こういったものがあれば、行っていただくことができますので、自作をされている先生方も、今、結構いらっしゃる状況になっていますね。極材化法の画像取得を示したものになります。こちらが培養細胞の微小管を見たものになっていまして、左の画像が通常の蛍光顕微鏡の図になります。で、先ほどのご説明
説明させていただきましたように、1個ずつの蛍光分子、蛍光タンパクのスイッチをオンにしてイメージングをする。それをどん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 繰り返していくわけですね。この一個一個の点の集合を点描画のようにどん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 寄り集めていくことによって画像化していく。これが極材化法の原理になっております。左側が蛍光顕微鏡で、右側にあるのが極材化法によって得られた超解像の画像になっております。極材化法の先ほど見ていただいた微小管の図になります。上が蛍光顕微鏡、下がストームと呼ばれる極材化法の一種の手法によって撮影されたものになりますけれども、微小管のそれぞれのファイバー、繊維状の構造ですね、上の蛍光顕微鏡では見ていただくことがわからない部分ですね、1本に見えていたものが実際には2本ないし3本以上の構造であったということがここからわかるようになってまいります。極材化法を使ってですね、今は3次元的にも超解像画像を得ることができるようになっております。いくつか手法はあるんですけれども、その一つの例としまして、シリンドリカルレンズというレンズをですね、光学系の中に組み込んであります。こうすることによって高さ位置に応じてですね、得られるスポットの形が変わるということが分かっております。こちらに示している、これが例えば高さ位置が0の位置、これがまん丸の状態。例えばそれよりも上にあるシグナルは横方向に少し伸びると、一方で下にあるシグナルというのは上方向に伸びますよということが分かります。これを使うことによりまして、この得られたシグナルの伸び具合、形状から高さ位置を演算によって出してやることができます。こうすることで、先ほどの点描画プラス、この高さ位置の情報を組み合わせることによって、3次元的な超解像を極材化法でも撮影することができるようになっております。続きまして、構造化証明法という方法になります。構造化証明法はですね、縞状の照明、これをサンプル上に重ね合わせてやることによりまして、こちらの C の一番右側に出ている、こういったモアレと呼ばれる縞状の情報ですね、この情報から本来あるべきサンプルの超解像の情報ですね、これを画像演算によって出してやるといった手法になります。撮影の手法をどういうふうにしているかというのも式図がウェブ上にありますので、こちらの方をご紹介させていただきます。左上にあるのがですね、通常の蛍光イメージングの画像に先ほど見ました縞状の照明を重ね合わせて撮影をしている像になります。で、右側の像が実際に得られる像になります。観察の時にですね、縞の角度と、あと位相をですね、それぞれ変えながらですね、複数枚画像の撮影を行っていきます。で、左下にあるのは画像演算をした時のが、図になります。もう一度見ていただきますと、最初、斜め方向の縞が徐々に角度を変えながら撮影されていくと。で、それぞれの縞の情報から、超解像の成分を抜き出してやりまして、本来あるべき画像を取得するといったものがこの構造化証明法になっております。構造化証明法でも同様に3次元的に超解像の画像を得ることができます。先ほどの縞の回転の回数、あるいは位相のずらし方、こういったものを組み合わせてやることによりまして、平面方向だけでなく深さ方向での超解像成分、この情報も得ることができるようになってまいります。構造化証明法のデータの例になります。こちらの方が細胞の核のところにあります角膜構の部分を見たものになります。左が強焦点レーザー顕微鏡で撮影したもの、右側が3次元的な構造化証明法で撮影したものになります。右下の図のところを見ていただきますと、青の部分、こちらの方が核で、赤が角膜構を示したものになります。強焦点レーザー顕微鏡では角膜構が一様に並んでいるように見受けられるところが、構造化証明法を使うことによって一つ一つの穴であると、穴の構造体であるということが、ここから観察することができるようになっております。
では、最後の、手法になります。誘導光出力製法になります。こちらはですね、ステッド顕微鏡と呼ばれるものになります。ステッド顕微鏡はですね、強焦点レーザー顕微鏡、冒頭ご紹介しました顕微鏡をベースにしておりますので、レーザー光源を使用しております。でこのレーザー光源、この緑で示したものが対物レンズで絞られた時のこのスポットのサイズ、これが最初に申しました光学顕微鏡の分解のおよそ200ナノメートルというふうに言われております。ステッド顕微鏡ではですね、この赤で示したステッド光と呼ばれる、ここではドーナツの形ですね、赤色で表示されているドーナツの光、これを、冷気光の光に当ててやります。そうしますと、このドーナツが当たった、部分からは、蛍光が返ってこなくなります。このドーナツの穴の開いたより小さな部分からだけ、蛍光が返ってくることによって、光学的に分解を上げることができるという手法になっております。強焦点レーザー顕微鏡の、ベースで画像を撮ってステッド光をオンにして、超解像の絵を撮ることができると。レーザーの、切り替えによって、超解像の画像を得ることができるようになります。では、もう少し、原理のところをお話ししていきますと、通常の蛍光というのは、こちらの方は蛍光分子、蛍光色素の、エネルギーの順位を示しております。ここが規定状態ですね、規定状態にある蛍光色素、蛍光分子が、冷気されて一定時間、こちらの冷気状態にとどまった後、得られたエネルギーを放出しながら元の規定状態に戻る。この時に放出されるエネルギー、これが、蛍光として私たちの目あるいはカメラなどで観察されるようになります。で一方で、誘導放出という、現象が、物理学の方で知られておりまして、これは何かと言いますと、冷気状態にある分子、これに対しましてある、一定の波長の光を当ててやりますと、この同じ波長の光、今赤で示した波長の光ですね、この波長の光のエネルギー分だけこの冷気された蛍光分子から奪ってやると、同じ光が、冷気された、蛍光分子からこのように放出されることによりまして、この冷気された蛍光分子は、蛍光を発するだけのエネルギーを失ってしまいます。そうすることによって、蛍光を発することなく元の規定状態に戻ってしまう、こういう、誘導放出という、現象がございます。これを用いたのが、ステッド顕微鏡になっておりまして、先ほど見ていただきましたステッドのドーナツのリングのところですね、こちらの真ん中の部分、こちらの部分では、通常の蛍光のサイクルが起こるんですけれども、この、ステッドのドーナツが当たっているこの赤色の部分、ここの部分では誘導放出という現象が起こることによりまして、この範囲にある、蛍光分子は、蛍光を発することがなく元の規定状態に戻ると。この、原理を使用したのが、ステッドという、原理になります。この誘導放出が起こるためにはですね、使用する蛍光色素と、ステッド光、使用する、先ほどのドーナツの光、この波長の組み合わせが、ポイントになってまいります。一つには、このステッド光が、使用する蛍光色素の蛍光のスペクトルの範囲にあるということ、そしてもう一つは、このステッド光自身によってこの蛍光色素が冷気されてしまわないということ、ステッド光によって、もしこの蛍光色素が冷気されてしまいますと、先ほどの冷気、すみません、先ほどの、ドーナツの範囲からも蛍光が返ってきてしまいますので、この、ステッド光が、冷気をしないという組み合わせ、こういったものを使っていただくことになります。で、ステッド光のレーザー光を上げることによって、このドーナツの穴の部分を小さくすることができますので、この方法で分解の上げることができるようになります。ステッドのレーザー光を上げていきますと、それに応じて分解能が上がっていくようになります。で、もう一つですね、ステッド顕微鏡の原理としまして、ゲーテッドという、手法がございます。で、こちらの方はですね、今見ていただいているのが、強焦点のスポット、蛍光のスポット、そしてステッドを使った場合のスポットになります。このステッドのスポットですね、小さくなっていることを見ていただけると思うんですけども、このスポットですね、この部分を蛍光寿命を見てみますと、蛍光寿命の分布が、この中心部分、この赤色を示した部分に比較して、この周辺部分、青色の部分の
蛍光寿命、蛍光色素が冷気状態にとどまっている時間、これが短いということが分かっております。それはなぜかと言いますと、この周辺部分というのはステット光が当たっておりますので、通常の蛍光のサイクルに加えて誘導放出によって元の規定状態に戻るサイクルが追加されます。これによって、中心部分と比較して、蛍光色素が蛍光、冷気状態にとどまっている時間が短くなってきます。これを、利用しまして、蛍光寿命の違いを使って、より中心部分、この赤色で示している寿命の長いところの、シグナルだけを検出することによって、より分解能を上げていくということができるようになっております。今ステッド顕微鏡ではこのゲーテッドという技術を用いまして、50ナノメートルの平面方向の分解能で撮影することができるようになっております。角膜光のサンプルを見ていただきますと、左が強焦点レーザー顕微鏡、右がステッドで撮った場合になりますけれども、角膜光というのがですね、穴の状、構造をしていまして、8個の、タンパクでできているんですけども、強焦点レーザー顕微鏡では1つの点でしかわからないものが、ステッドを使っていただくと、穴がちゃんと開いているといったところが見ていただけるようになります。また、ステッドでも、3次元の、超解像ができるようになっております。先ほど見ていただきましたステッドのドーナツなんですけれども、ステッドの光学系の中で平面方向の分解能を上げるためのステッド光のドーナツ、そして深さ方向の分解能を得るためのステッド光のドーナツ、この2つのドーナツを1つの光学系の中に組み込むことができるようになっております。これを使うことによりまして、深さ方向の分解能も上げることができるようになっております。今見ていただいて左側が強焦点レーザー顕微鏡で一つの蛍光スポットを撮影した時のサイズになります。ステッド顕微鏡を使いますと XY 方向の分解能、あるいは深さ方向の分解能というのを自由に調整していただくことができるような製品になっています。実際のデータになりますけれども、こちらの方が、培養細胞のミトコンドリアを、TOM20 という、蛍光色素、タンパクで、ラベルしたものになります。ミトコンドリアの外膜を、染めたものになりますけれども、断層像の画像になります。上が強焦点で、下が、ステッド顕微鏡の画像になります。ミトコンドリアの外膜、周辺部分のところの構造が、きちんと見えているのが、見ていただけるかと思います。こちらのはですね、培養細胞の微小管を撮影したものになります。断層像を3次元的に撮影したものになります。この左上と右下にあるのがですね、それぞれ XZ、YZ の断層像になります。従来の強焦点顕微鏡などですと、この本来のその微小管が丸になっている部分がラグビーボール状に光学的に伸びた状態になるんですけども、3次元的に撮影を超解像の技術を使って撮影することによって、きちんとチューブファイバー状の丸い形を見ていただくことができるようになっています。マルチカラーについてもこういった形でステッド顕微鏡でも行うことができるようになっています。こちらの方は三重染色、核とあと、クラスリン、小胞とあと、アクチンを染めたものの例になります。また、ライブですね、冒頭お話ししました、超解像顕微鏡のメリットの一つですね、生きた状態でも、超解像の画像を撮っていただくことができるといったところで、こちらは、症状媒の幼虫の、神経細胞の中にあります、小胞の動きを追ったものになります。上が強焦点、そして下が、ステッドによって撮影したものになります。上ではですね、一つの塊にしか見えなかったものが、実際には、複数の、小胞の集まりであるということがここから、見て取れるようになります。最後になりますけれども、超解像法ですね、今回ご紹介しました、極材化法、構造化証明法、そして誘導放出抑制法、それぞれですね、特徴を、得て増えて実際ございます。分解能の、違いですとか、使用する、蛍光の色素、蛍光タンパクの組み合わせ、こういったものがございます。
ですので、ポイントとしてはやはり研究の目的や観察対象などによってこういった手法を、使い分けていただければなというふうに思っております。で最後に、弊社の方ですね、ライカにエクスペリエンスラボというものが本社にございまして、今日ご紹介しました強焦点レーザー顕微鏡ですとか、ステッド顕微鏡がこちらの、ラボにございますので、こちらの方で例えばワークショップなども、開催させていただいておりますので、一度、こちらの、ウェブサイトもご覧いただければと思っております。以上になります。どうもありがとうございました。